2020年9月15日、ヒーリングをやっていきたいと思います。意中の人とうまくいく方法、まあ、何度も言いますけど、意中の人、気になる人というのは結局のところ片思いにしろ両思いにしろ結局のところ相手の傷に反応してるんですね。相手ので自分の傷も同じなんですね。でそれをお互いの傷をね癒すためにね片思いになったり両思いになったりするんですね。でまあそれでまあお付き合いすることが目的ではあるのかもしれないんだけども、究極的にはお互いの傷を知り合うというかこう理解するというか、その視点からヒーリングをやっていきたいと思います。では15分間行いますので、時間を計ります。それではメガネを外して、目を閉じて、両手のひなから穴があって、眉間の間から光が放出します。で、その光を 3.1 点集めて三角錐を作ります。三角錐の先には意中の方の顔を思い浮かべてください。光を送ります。たとえ相手に拒否されたとしても、それでも癒すんだという気持ちで送り続けてください。捕まえたら今度はますます光を当てます。ここで一つ想像していただきたいのですが、意中の人の周りに3つ黒い点があります。黒い影があります。それはその意中の人を傷つけている、あるいは傷つけた人です。その3人に向かって1人ずつ光を送ります。一人目、
2人目、3人目、3人に光を送ったら、その3人を幽体離脱させて意中の人と重ね合わせます。いや、3人分の癒しを意中の人に送ります。意中の人の内部で、混ぜ合わせます。意中の人が癒されていきます。最後に意中の人に幽体離脱してもらって、皆さんに幽体離脱をしてもらいます。それで重なり合ってもらいます。癒された意中の人と癒しを共有します。皆さんの体から白い、まあ、いる人によって色は違うかもしれませんけど、白と金色の光がパーッとこう広がるようなイメージです。意中の人の癒しを体の中で循環させます。乳化というんですかね、混ぜ合わせというか。
手を下ろします。おへその下側に指で組んで光を感じます。手で円を作ってこう光をこう包み込む形ですね。光を抱えるが正しいかな。目を開きます。ちょっと眼鏡をつけさせてもらいますね。で、今閉じてる状態ではないんです。目を開いてこうすることはしないで、ここから光がこの耳の横から光を出すような感じで、眉間から光を出すような感じで三角錐を作って、三角錐を作って、それで、意中の人とまあどれほどの、関係かわからないので何とも言えないんですけど、この光を放出している状態で、すれ違ったりとか、普通にお話をしたりとか、LINE を打つにしても、その光を放出しながら、私今やってますけど、放出しながら LINE を打つんです。それを常日頃から放出していくというか、それを24時間365日続けてるんです。今も放出してますよ。放出しながら話をするんですよ。ちょっと私にらめっこしても何も利益はないんですけど、この状態でもさりげないこの状態でも光を放出する。いや、仕事をしてる時も勉強してる時も光を放出していくんです。今出してますからね。では今日はこの辺でまたやっていきましょう。バイバイ。